ボニファティウス八世、ボニファティウス八世、ボニファティウスバイブ、1235年頃から1303年10月11日は、中世のローマ教皇、在位、1294年から1303年、フランス王フィリップ四世及び、コロンナ家と争い、最晩年に起こったアナーニ事件の直後に、紛死した、学術、文化の保護者としても知られる。 ローマ市の南東方向にあるアナーニ、ラツヨ州、フロジノーネ県の名門、貴族階級出身で、本名はベネデットカエターニ、ベネデットキタニーである。歴代教皇の別荘があるスポレート、ウンブリア州ペルージャ県などで、教会法などを学び、パリやローマで聖堂参事会の会員となり、1276年にローマ教皇庁入りを果たした。に昇進した後、 教皇特使として、イタリア半島各地やフランスなどを往復し、各界に多くの地遇を得た。第192代ローマ教皇のケレスティヌスゴセイは、嘘徳の人であったが、教皇の器にあらずと、在位数ヶ月にして自ら退位を希望し、教会法に詳しい教皇官房のカエターに、数奇教に相談した。ケレスティヌスゴセイは、夜な夜な聞こえる、直ちに教皇職を辞し、 忍者の生活に戻れという声に悩まされた末に、カエターニスーキ教に相談したのであるが、実は、部下に、教皇の寝室まで伝生感を引かせて前を囁き、教皇を不眠症と神経衰弱に追い込んだ、張本人は、カエターニ自身であったと言われている。カエターニスーキ教は、教会法に基づいた、辞任の方法を教皇に助言し、ここに、 存命のまま教皇が退任するという異例の事態が発生した。ケレスティヌス退任後、直ちに再びコンクラーベ、教皇選挙会議が開かれ、グレゴリウス10世の定めた手続きに従って、後継者が選ばれることとなって、その結果カエターニスーキ教が、ボニファティウス8世として、ローマ教皇に選出された。前任のケレスティウス5世は、その就任時に、 ナポリオ王国のカルロ二世に身を委ね、カルロ王が望む人物を役職につけ、ローマではなく、ナポリに住むことにまで同意していた。しかし、ボニファティウス八世が就任した当時のローマは繁栄期を迎えていた。ボニファティウス八世が教皇となって、最初にしたことは、ナポリをカルロ二世が送り込んだ人物を罷免することと教皇宮をナポリからローマに移すことであった。 ボニファティウスは、先代のように、カルロ二世を全面に立てることはしなかったが、当意後七年にわたって、シチリア島の奪回に意を注いだ。カルロ二世は、称号こそ、シチリア王の名乗りを許されていたが、シチリアの支配権は失っており、事実上の統治者は、アラゴン王国のハイにせいであった。ローマを本拠にしていた、イタリア有数の貴族コロンナ家が新教皇ボニファティウス世に、 反感を抱いたのは、当初、ボニファティウスの傲慢さが原因だったとも言われるが、アラゴン派に属していた彼らは、教皇のシチリア政策にも反対していた。そこで、全教皇大尉の敬意に着目し、大尉の合法性に疑問を呈した。もしも、この大任が、教会法に違反しているならば、新教皇の正当性が揺らぐこととなる。ボニファティウス八世は、これに対し、 自らの保身のため全教皇をローマ南東 36km の不毛上の牢獄に遊兵した。1297年、コロンナ家はアナーニからローマ移送中の教皇の個人財産を強奪するという実力行使に出た。その品は後に返却されたが、コロンナ家はその後もボニファティウス8世は真の教皇をあらずとの声明文を発し続けたため、 教皇はコロンナ当主とその一族を波紋とする命令を発し、一族討伐のための十字軍を招集した。1298年、コロンナ家は教皇軍に屈したものの、その年のうちに反乱を起こし、やがてフランスへと逃亡した。1294年、フランス国王フィリップ四世、タンレーン王はガスコーニュやフランドルをめぐってイングランドと対立し、 イングランド王エドワード一世に対して戦争を開始したが、長期化したこの戦争で必要となった膨大な戦費を調達するため、フランスで初めて全国的課税を実施し、税はキリスト教会にも課せられた。しかし、戦費調達のための教会課税は、強硬至上主義を掲げるボニファテンス八世にとって承知できないことであった。敬虔なキリスト教徒の国フランスは、 ローマ教皇庁にとって収入源として重要地位を占めていたため、教会課税は教皇にとって大きな痛手となったのである。ボニファティウス8世は聖職者への課税を禁止する直書を発行した。しかし、この時の対立はボニファティウスがフィリップ4世のソフルイ9世、聖王を劣勢したことで、それ以上の事態には発展しなかった。 ボニファティウス発生は1300年を青年に定めて、盛大な祭典、青年祭を挙行し、ヨーロッパの全聖職者のローマ巡礼を強制して、死後の天国行きを確約した。青年を定めたのは、ボニオファティウス発生が最初であり、それ以前には青年を祝うことはなかった。ローマには多くの巡礼者が集まり、フランス王、フィリップの教会課税で苦境に陥った。 ローマ教会財政は潤いを取り戻した。ジョット・ディ・ボンドーネをはじめとする芸術家がローマに集まり、サン・ピエトロ大聖堂やサン・ジョバン・ニンラテラの大聖堂などが改修された。彼は彫刻家家が形に自分の像を多数作らせている。ボニファティウスはまた聖職者の養成を起とし、1303年にはローマ・ラ・サピエンツァ大学を設立した。一方で、 ボニファティウス8世は、フィレンツェの支配を機として、強硬派の内紛、黒派対白派を先導した。フィレンツェでは、富裕な市民が白派を支持、古い封建領主が黒派を支持し、両者は互いに対立していた。白派は、プリオラートと称される、最高行政機関を作って3名の統領、プリオリを選んだが、ダンテ・アリギエーリは、その一人に選出されている。 教皇がフィレンツェに圧力をかけたことにより、黒ハはその県政の恩恵に預かろうとした。さらに教皇庁は、フィレンツェに対し教皇に奉仕する百人の騎兵を出せと命令。ダンテはこれを拒否する書簡をローマに送ったが、教皇庁が応じないため、1301年、ダンテはフィレンツェ施設の一人として教皇にあったが、きと、と、エーナに滞在中永久追放の判決を受け、 亡命生活を余儀なくされた。ダンテの代表作、新曲第一部、地獄編では、ボニファティウス八世は地獄に落ちた教皇として逆さまに、生き埋めにされ、燃やされる姿が描かれている。13世紀前世、製品をモットーに、足地のフランチェスコによって創設された、タクハ発修道会のフランシスコ会は、13世紀、中央まで歴代教皇の恩子によって、 死牧活動における諸々の特典を認められてり、それが各地の司教の反発を招いていた。1279年に教皇ニコラウス3世がエクジートックイーセミナートでフランシスコ会の死牧特典を擁護したことをめぐって激しい論争が巻き起こった。これが問題となったのはこの時期の貨幣経済の進展が著しく、司教たちが秘籍の重要など死牧活動に 収入源を大きく依存せざるを得なくなってきたという社会の変化とフランシスコ会への特典がすべて教皇の個人的な恩子によるものであり、教会法の中で規定を設けない状態のままになっていたという法的不備の問題が背景にあった。そこでボニファティウス八世はこの問題を決着させるべく1300年に教皇直書スーペルカテドラムを発布して、 調剤や葬儀に関わる限定的な一部の規定以外の特定を廃止する決定を下した。また、フィオールのヨアキムの著作の影響がフランシスコ会にも及び、1255年にフランシスコ会修道士のボルゴサンドニーノのゼラルドによってヨアキム主義的な永遠の福音入門が版されると、その反響は大きく、教皇アレクサンデル四世はヨアキム主義を否定したが、 13世紀後半には北イタリアから南フランスにかけての地域で弱キ無主義の影響を受けたフランシスコ界の少数派が製品の厳格な実践を唱えるようになったスピリトゥアル主義北イタリアのスピリトゥアル主義心霊派厳格派は1280年以降フランシスコ界内部でも弾圧されたが強硬系レスティノスごせはこれに同情的で強硬。教皇 ケレスティヌスの貧しき陰豚者として分離が許された。しかし、ボニファティウス8世は、これを断劾している。1301年、フランス王フィリップ4世は再び、フランス国内の教会に王権を発動し、教会課税を推し進めようとしたが、この問題について、ボニファティウス8世は1302年に、ウナムサンクタム唯一性なるという教皇会直を、発して、教皇の権威は、 他の、あらゆる地上の権力に優越し、教皇に服従しない者は救済されないと宣した。ウナム・サンクタムは、教皇の主意見について述べた、最も明快かつ力強い声明文であり、歴代教皇が、政敵から身を守る、才の切り札として利用された。さらにボニファティウスは、聞け最愛の子らという会直を発してフィリップ4世に、大使教皇の命に従うよう促した。 1302年、フィリップ4世は国内の支持を得るために聖職者、貴族、市民の三身分からなる三部会と呼ばれる議会をパリのノートルダム大聖堂に設け、フランスの国益を宣伝して支持を求めた。人々のフランス人意識は高まり、フィリップ4世は反ヨーロッパ的な価値観を強要する教皇に対して国内世論を味方につけた。 ボニファティウス八世は怒って、フィリップを波紋にしたが、フィリップの側も、悪徳教皇弾劾の公会議を開くよう求めて、両者は決裂した。この時、ローマ教皇とフランス王の和解に反対し、フィリップ四世に対し、教皇と徹底的に戦うべきことを進言したのが、レジストと称された、世俗放送家出身のギオームド逃れであるフィリップ四世は、腹心のレジスト、 放送官僚、ギオームド・ノガレに明治教皇の捕獲を図った。ノガレの両親はかつて異端審問裁判で家計に処せられていたため、ローマ教皇庁に対する復讐に念ていた。一方、教皇の性敵で財産没収と国外追放の刑を受けていたコロンナ家はフィリップ四世にかくまわれていた。ノガレは、コロンナ家がフランスの法廷で証言した各種の情報をもとに、 教皇の失点を列記した一覧表を作成し、これを公表した。1303年9月、逃れは、コロンナ家の一族と結託して、教皇が、教皇離宮のある穴ーにに滞在中、同地を襲撃した、穴ーニ事件。業務ど逃れと、試合、だコロンナは、教皇御座所に侵入し、ボニファティウス発生を、異端者とメンバーして、退位を迫り、 断崖の公会議に出席するよう求めた。教皇が、世の首を持っていけと言い放って、これを拒否すると、二人は彼の顔を殴り、教皇の見栄感と財復を奪った。これについては、両者の思惑が異なり、シアタは、教皇を泣き物にしようと考えていたが、逃れは、逃れられないよう教皇を捕まえて、フランスに連行して、会議に出させ、いずれは退任させる腹積もりであった。 二人は激しい言い争いになり、それが翌日まで続いたが、そうしている間に、ローマから駆けつけた教皇の守兵により、ボニファティウス八世は救出された。教皇の監禁は三日間にわたり、ナポリオ・カルロ二世とシチリアオン・フェデリーコ二世が、教皇に対して暴力が振るわれていることを聞きつけて、その救出のための準備をしていたという。ボニファティウス八世は、 民衆の安堵と大歓声に迎えられて、ローマへの帰還を果たしたが、恥ずかしめられた。彼はこの事件に動揺し、この年の10月11日、急成した。高齢と長年の不節生で腎臓を患っていたのが、死因であるとされているが、人々はこれを、憤死と表現した。この事件の後、教皇庁に対するフランスの圧迫が強まり、やがて、アビニョン補修を迎える。 教皇のバビロン補修。同時代のフィレンツェの政治家、ディーのコンパーニによる年代記には、この法王は、猛烈過弾な気象と卓越せる才能を持ち、自我流に教会を導き、自説に同意しないものを退りけたと記されている。ボニファティウスはまた、聖職にある身としては珍しいほどの現実主義者であり、また、最後の審判は存在しないと信じていた。 経験な人から悩みを打ち明けられても、イエス・キリスとは我らと同じただの人間であると述べ、自分の身さえ救うことのできなかった男が他人のために何をしてくれようかと公言してばからなかったとも言われている。ボニファティウス8世は何事によらず神を好み、美食家で宝石で飾ったきらびやかな衣服を身にまとい、金や銀などの宝飾品を常に着用していた。 賭博も好み、教皇上はまるでカジノのようであったという。性的には、勢力絶倫で、怪しげな男女が、毎晩のように教皇の信女に出入りしたとも言われている。政治的に対立した、フィレンツェのダンテ・アリギエールからは、常実のように、主張、新曲の中で、地獄に落ちた教皇として、魔王のルシフェルよりも不吉な影を持って描かれた。その一方で、 ボニファティウス八世は学問の造形深く、バチカンの公文書保管庫を改造して、蔵書の目録を作らせ、常実のようにローマ大学を創設し、ジョットラ画家や彫刻家のパトロンとなってわけ、芸術の保護者となった。以上、様々な点で、ルネサンス時代及びルネサンス教皇を先取りするかのような印象が持たれる、教皇である。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。